分3位決定戦はないっぽいんで、てかおそらくないので、これでバーサス持ち選手、もう決勝戦始まりますね、これいきなりね。よし、やっていきましょうか。よし、2222で。これ15本選手なんでね、頑張ります。よし、連戦なるか、ちょっとガチ集中でいくぞ。で、感染リストが2人入ってるからおそらく大丈夫かな。よし。よろしくお願いします。初心者集まれ。初心者集まれ詐欺だな。よし。これが正真正銘のラストです。本数自体はね、だいぶ長いところであるんで。ある程度流れを捉えたとしても、一回巻き返せば、リカバリは可能だな。何しちゃおうかな。ガチ集中モードいきます。よろしくお願いします。まあ、ちょっとずれてそうでやったからレオン君だと。相手の総裁外しがちょっと強気すぎたな。まあいい穴来たっていうのはあるけど。ずれたか。耐えられそうであったけどな、これな。割と惜しい。
よし。相手もなかなかでもゴキブってくるからね。おいちこれしっかりしないといけない。かなりまあ強気に総裁を外してくれてね。2回分総裁外すのがミソね。
ず総裁外すとこ外すのめちゃくちゃ大事だからな。これは普通にやられたな。エルミの置き場所がなかっためたの。良くなかったな。これはね、さすがに良くない。俺の罪が今の。途中まで良かったけど、下舐める最後の一個手前のあの選択肢が良くない。無理か。三連休止から放るかなと思ったけどね。その地味な一連休止が刺さるわ。さあまずいぞ。流れを取られるとまずい。
ゴリラ TS でいたわね。逃さないと。二人でいれば最強なんだよ。フェアリーペア。ツインインパクト。アクティバーよ。エルジェンダーじゃないか。フェアリーペア。バイオペア。エルジェンダーじゃないか。ロクロク。ダブルミラー。ダブルミラー。シンメトリーパワー。悪くない。いやー掘れそうだったけどな、さすがに掘りのルートあっただろうな、これはな。
ちょっと無駄な手が多かった気がする。相手も結構見捨てたからチャンスがあったんだけど、もったいないかな。リカバリだったわな。全部総裁外してから。2人でいれば最強なんだよ。リーチ。これやりすぎたか。右側の地形の設置の仕方難しかったんでね、今のな。ティーミノがもう一個必要になった形だったから。ティーミノしてるから連で。もぎ取っていった。優勝しました。よし、いや最後ね、おきミスしてたからね、もう連の組むチャンスだなと思ってね、いやこれはミスさえなければいけるだろうと思いましたね。よしよし、おきミスは逃さない、この連の積み込みなんだよな。4連覇達成していったー。あー、皆さんよければ高評価お願いします。そうね、これ優勝したからにはもうアーティー今日言うしかないでしょ。